皆さん、こんにちは。あや部長です。今日はプラレーン、自分が持っているプラレーンのレールを紹介していきたいと思います。今日は、直線レール類を紹介していきたいと思います。まず最初はこちらですね。いつも、使っている直線レール。直線レール結構たくさんあるんですけど、もう結構数え切もう10本か20本近くあって、結構大量なんですね。で、2分の1直線レールが、これが2分の1直線レールで、ストップレールが1本ですね。で、あとは、確かこれ2倍直線レールが、まあ、5本ですね。まあ、これ結構遊んで使用感がたくさんあったり、あとここですよ。ここは結構破損していますし、まあ走る分には問題ないかと思います。あとポイントレールですね。ポイントレールが6本ですね。で、この伏線ポイントレールが1本と、これはあんま、見たこともある人もいれば、あんま見ない人もいるかと思いますが、これです。これも名前はよくわからないですけど、昔販売されてたレールですね。で、この2分の1直線レールと比べると、だいぶ短いですよね、昔は。で、こうすると、ちょっとここは出っ張りがあります。まあ、長さは異なりますが、まあ、これは、今販売されていると同じく小さいんですが、まあ、これは役に立つと思いますね。はい、机上はこんな感じですね。結構大量にプラレールがあって、やっぱりちっちゃい頃遊んだこともあって、やっぱりこれだけレールが溜まったんだなっていうふうには自分ではとても感じますね。まあ、この いつか使用感を、まあ、汚れ落とせたらなっていうふうには思いますね。はい、まあ今日はそんな感じです。はい、プラレールの直線レールを中心にした動画いかがだったでしょうか。まあ、市販でも売っていますが、まあ、特に今売ってないのがこれですね。やっぱりこれはオークションで見たのも結構高かったんで、まあ、もし安いものがあったら、とてもチャンスかなっていうふうに思いました。皆さんも今売っているプラレールを買ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。バイ。